今日午前、黒石市で菓子店など3棟が全焼する火災がありました。怪我人や逃げ遅れなどはいませんでしたが、住宅街での火災に現場は一時騒然となりました。警察や消防によりますと、午前11時過ぎに黒石市グミの木で火災が発生しました。いっぱい黒い煙がこうもくもく出てて怖くなってさ、どうしようと思って火災があったのは地元の人々に愛される菓子店でした。この火災で菓子店リスボンを経営する大江俊明さんの店舗兼住宅と倉庫、さらには隣接する車庫兼倉庫の3棟、合わせて650平方メートル余りが全焼しました。有名ですね。結構黒石、市街柄も買いに来たりとかする和外子にも人気の。消防車両14台が出動し、火はおよそ5時間後に鎮圧状態となっています。怪我人や逃げ遅れはいませんでした。警察は火が出た原因や出火元について調べを進めています。